どうも、ジェイカルです。文武高校作戦実況、前回の続きからやっていきたいと思います。抑えます、絶対に。この高速シュート見よ、この高速シュート。富山か、おっしゃ、富山ゲット。おー、いいね、よし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 。詰まらせていくぞ、この詰まらせるピッチング。低めを徹底的に攻めていくぞ。低めに攻める。おー、いいね、この低めのコントロールはね、抜群なんですよ。ここ、おー、いいね、いいね。で、最後、スクリーボールで詰まらせると。オッケー、詰まらせる前に三振、オッケー、脱三振持っとるから三振取れる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし、よし、全然オッケー、全然オッケー。これ程度のピンチ、俺が打たれるわけがない。ただ、とりあえずあと1点ぐらい欲しいな。あと2点は欲しいぞ。おい、いいね。ま、尻上がり持ってるんで、後半はね、オッケー、心配ないんですよね。問題は前半なんですよ。前半に取られるとしんどい。一層。一層か。一層を打ち取ると。おーい、見るね見るね。このコントロール、いいね。コントロールええな。低めのコントロールがいいっていうのはやばいですね。ここから、詰まらせる。オッケー。おー、マジかマジかマジか。おー、マジか。よかったよかったよかった。1点取られたら終わりや。終わりではないけど、もう終わりに近い。俺からしたら。おーし。取れる取れる。いけよいけよいけよ。よし、来たー、オッケー。このピンチ、ちょっと1点入れろ、1点入れろ。2点、3点、3点、押した、おい、いいね、いいね、いいね。よしよし、もう勝った、これ勝った。これはもらったぞ。尻上がりの俺を舐めるなよ。ほいズドン、オッケー、いいね。もう最高のピッチングやな。うん、たまに三振も取るし、打たせて取る、うん。きっちり守備も動かせると、リズムを作ると。守備からリズムを作っていくわけやな。それ何よりこの高速シュート。おー、いいね、この絶妙なコントロール。そしてさらに、終わり、これでオッケー、詰まらせて終わり。きた。もうこの詰まらせて終わりよ、やっぱり。もう最後にスクリューをね、下見ほっとけば、まあ打てないですからね。おっしよしよしよし、ツーアウト。ツーアウトやったらオッケー。ザコが。尻上がりも発動してますと。オッケー。スタミナが足りんね、ちょっと。完投するレベルのピッチャーやな、これ。逃げていく球。押したー、おー、やるなやる。なんか最後はこのスクールで終わりだ。おー、待て、おー、危ない危ねえ危ねえ、嫉妬した。危ねえ。おい、いいねー、オッケー。チェンジチェンジ、オッケー、よし、鈴本最高、鈴本最高。いやー、完璧ですね。まだ1点も取られてないですからね。やばいな。1点も取られてない、まだ。今考えたら。半端ないな、これは。半端ないピッチング。この僕の投球術で1点も取られるってことは、よほどこいつはいいんですよ、やっぱり。やはりいいピッチャーなんで、特殊能力が効いてるっぽいですね。うん。あの変化球もさえ持てば。よし。おー、変化球。あ、無理や。変化球はと。くそ、無理や。まあ、球速かけとこう。伸び。あ、伸び、伸びた。あ、伸びたも欲しいな。伸びたも欲しいけど、お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 、行こう。よし、行こう。5、オーケー、よ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 。よし、よし、練習してくれ。ありがとう。どうも。ザザ。てててれてん。たたたたた。おー、いいね、いいね。てんててんてんててんてん。さらにアップ、オッケー。いいね、この地味にアップするあたりがいい。スタミナ D か、まだ。まあ、スタミナ C ぐらいはいったかな。あと2か。まあ、いくな。お、変化球結構もらっとる。お、覚えれる。チェンジアップを覚えます。オッケー。これで多分ね、緩急をついた球がね、いける。あ、ツーシーム欲しいな、こいつ。ツーシーム覚えるか、これ。よし、149キロ。からの、コントロール行きたいな、S。頑張っていけるか、これ。いや。あ、投手もいるな、でも、投手。いや、でも伸びがいるな。伸びとキレが欲しい、俺は。コツコツ、おいいね、鈴本さん、コツいるじゃないですか、こんなところで。完璧。頼む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 、もう頼む頼む頼む、伸び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 、おおお、あかん、これあかんやつや。あかん、残念残念、君は残念すぎる。いや、 PBH か何か知らんけど、まあもうチェンジアップを覚えた俺の前にはもう無理やぞ。何せこっちとらチェンジアップを持ってるんでござるよ。お、90、90いこう。
闘志も欲しかったけど90はいるやろ、さすがに。よし、いる。よし、コントロール S ね、多分ね、ギリギリいけるかいけないかぐらいです、だと思います。で、あと伸びは取れると思います。で、速球も151キロぐらいはいけると思います。で、スタミナ C ぐらいはいけるんじゃなかろうかと。あとは特殊能力でジャイロボール語りが取れたら最高かなと。まあ、そこは試合活躍するかしないかで、だいぶ変わりますね。まあ、ただね、もうね、試合はね、簡単抑えれるというかね、もはやピンチほとんど招かないんですよね。お、いきなり招くやん。だが、チェンジアップを覚えた俺には、効かんそんなものは。まあ、基本はこう下、低めを攻めながら、たまにストレートを織り交ぜていくと。で、チェンジアップは基本だ投げへんと。オゲ、詰まらして。お速い打球が。マジか。マジか。いきなり来たわ、こんなに。やばくないか、これ。ちょっとやばくないか。初球空振り。さあ、次の投球。投げました。おお、いいね、チェンジアップめっちゃすごいな。チェンジアップに全くタイミング合いません。次は4球目。投げた。アウトロー際どい球。ボール。アウトコース低め。ほい、来た。よっしゃ、来た。オッケー。低めいっぱい。インコース低めいっぱい。見逃し三振。おお、いいね、いいね。まずは初球決めてきました。投げた。高速シュート。ボール。カウント1ボール1ストライク。第4球を投げた。おー、振ってきたタイミング合いません。投球これから5球目外角チェンジアップ外れてボール。待て、おー取れた。いいね、早めっちゃ上がった。バーン、思いっきり投げた。よし取れよしお、取って。おー、待ってくれ。2アウトじゃなくてノーアウトか。ランナー1人を置いて迎えるバッターは三重の。投げた。こんにゃろ、気持ち悪いなこいつ。送りバント、ピッチャーの右へ転がした。大丈夫、1点は入れない。1点入れさせんぞ。ワンアウトランナー三塁に取らせんぞ絶対に。押した。オッケー、いいね。ピッチャーから一塁送球。よーし、頑張れ。詰まらせる。バッターは2番中道。押し、あるボール。第2球投げた。押し、止まった。オッケー、来た。オッケー、長さオッケー。よし、あと1点入れて。勝とう絶対勝つぞ。おい、1点。おー、なんで1点入れると。逆とかある、そんなの。マジか。マジか。オーケー、いいね。ただ、その後よ、後。6回の表から来てくれ。おし。おー、危ない。危ない。ちょっと待って、迎えるバッターは。これゲッツ。最低でも外野フライ。ゲッツ、ゲッチュー。変化球ストライク、低め。これは完全に。ああ、危ない危ない。詰まらせ。お、曲がらん、もう曲がらんぞ。低め。変えてくれ。ピッチャー変えてくれ。曲がらん。デッドボール。帰ろ。おー、来たー。さよなら。文武高校誰さよならしてくれた。英雄誰乗ってないけど。あぶな。いや、今の終わったと思った。あー、よかった。いやー、なんとか接戦をものにしました。やっぱね、ピッチャーはね、レベル上がってると思うんだ。なかなか打たれないのは打たれないですね。うん。38に対して出し7。おう、まあいいんちゃう、成績としては。悪くないんちゃう、笑っとるし、だってこいつ。よし、ラスト練習するぞ。おお、勝ち運か。いや、ここはこっち。よし、来た。よし、ゲット。ドン140。いいね、やるね。いよいよここまで来たか。ぜは。ははは、残念だけど勝つのは僕たち一流高校だ。この鈴本野郎が、帰りやがれ。よし、行くぞ。で、150キロは到達する前に伸び、絶対伸びる。伸びとっとこ。で、投手もとっとこ。キレ、あ、キレ取れそう。あ、敏捷か。敏捷無理やな、もう。キレ欲しかったな、これ。いや、でも変化球取れるな、これ。変化球、あと、あ、いらんか、スプリット。まあ何せとりあえず、これで OK や、とりあえず、一旦は。OK。よし。いや、そんな悪くないと思います、この投手はね。
特殊能力にね注目してほしい。これ投手はそれぐらい特殊能力がね充実してるんでね。それにまあこれはね天才型で作って、天才型じゃないのに作ったあれにはかなりいいと思うんですよね。まあ砂時計も使ってないし、かなりねいい感じで、あと博士一回で残してるんで、しかもそれが出てればねもうちょっと良かったと。おー、いきなり一三塁ノーアウト。バッターは4番内川。あ、ワンナとか。これ打つからな、こいつら。第2球投げた。お、マジで、これマジか。痛烈。おほほ。あー、きつい。やっぱきついな、これ。半端ないな、こいつら。バッターは7番森田。半端ないな、こいつら。おー、危ない。おー、よかった。おー、いいね、いいね。いやー、ちょっと待て、これドラマ起きるんか、ここで。ここで、この、いきなりこれか。よしよし、1点か、1点か、1点ずつ返していこう。もうこっから俺取らねえ。甘い球投げんと、とりあえずボール球先行。ボール球出して投げんと、ボール球投げ続けると。ボール球投げ続ける、それが大事。よし、もう基本ね、ボール球でいく。2ボール2ストライクです。インローへ。よっしゃ、オーケー。最後の時だけストライクで攻めてみて、他は全部ボール球で、基本ね、ボール系の球でいく。カウント1ボール1ストライク。もう完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。ほい、オーケー。最後投げました。よし、こっから作るよ。外角高め、外角高め。ほい、押した。いいね、いいとこ決めるね。いて、あー、なんで言ってられね。しかもツーツーって感じやな、これ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インコース、ボール。こやつら打ちますからね。ちょっとでも甘いとこ掘ったらね、もうねパーンって打ってきよるんだよ。おし、来た、打ちました。カマカリ掴んだ。よし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 、オッケー、クリー。カマさんオッケーよ。1点で、1点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 、なんで1点やねん。くそくそー、これきついな、これ。堂山、一流高校、追加点のチャンスを迎えています。ボール、こいつ危ないな、このバッター。ミートでかすぎやろ、これ。投げました。おいおいおい、おお、待て、いける、いける、取れる、取れる。おお、いい、取りました、取りました。岡谷最高です。ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー二人を置いて迎えるバッターは、おお、ない、おお、よし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 、セカンド左へのゴール。ほい、ほい、オーケー、アウト、オーケー、チェンジ、二者残塁。取れ、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 取って、取って、なんでなんで。おお、くそー、これは最初のスリラン浴びてなくてもあれやもんな。いや、あれ浴びたから多分取れへんかった、逆にな。逆にというか、あのスリーランが痛い。あそこでね、爪が甘かったということですかね。うん。くっそー、これきついな。てか、瓶賞あと欲しい。ちょっとだけ欲しいな、瓶賞。瓶賞くれ、瓶賞。瓶賞かも、もうなんかわからんけど、瓶賞くれ。いやー、まあ、いい選手なんですけどね。惜しい。あと甲子園優勝したかった。おー、1位。珍しい、文武高校で1位は。俺の名前？てれてれてん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 。おいおい。おいおい。まあ、これは先発でも、尻上がり持ってるんで先発ですかね、やっぱね。尻上がり持ってるのに中継ぎやったらね、無駄になりますからね。まあ、先発で、行きましょうかね。尻上がりがもったいないんでね。先発で関東型の先発、あ、でもそうか。まあでも C やったら十分はいけたもんな。うん。まあまあ、スタミナはね、うん、ちょっとがなくてもね、なんとかなると思います。お、やべっち。誰しよっかな、まあ、やっぱやべかな。樽本でもいいけどな。やべあきおくん。むむ。これでいい。てれん。いやー、前、ちょっと前にあったオールウェイのやつといいね。非常になんか惜しい。うん。あ、これつけたらやばいな、これ。高速シュートがズドドドドってなるけどな。あんまつけへんけど。使わんけども。あー、敏捷足り。回復いらんわ、これ。リリース。リリースは、まあ、あってもええけど。変化球欲しいな。ちょっと変化球。おー、シュートか。シュートかな？おー、ムービングファスト。
やっぱシュートですかね、これは。まあ中継ぎとしての資質も持っとこうかな、じゃあ。あ、無理やわ。中継ぎの資質を持てんかったわ。よし。ウェシウェシ。ウェシウェシ。で、勝ち点持っとこう。よし。150キロ。いきます。150キロ。よっ、150キロ。人気者になります。投球位置はクロスファイヤー持っとるから、左投げなんで、ファーストですね。ファースト側になります。オッケー。で、テンポ、丸。まあ、こんなとこですかね。うん。ほい。できました。完成！おお、すごいな、これ、特殊能力が。特殊能力の数が半端ないですね、これね。うん、結構いいんじゃないですかね。まあ、2、4、6、8、10、12、14。15。特殊能力15個。で、金徳1つ。まあ、怪物9位ですよ、まあ、ポイントはね。で、まあ、コントロールも高いんで、まあ、狙ったところにピンポイント投げる能力は持ってます。低めを丸も持ってるんでね。で、まあ、決め球は、スクリュー。スクリューが、とにかく、まあ、打ち取りやすいと。打ち取るピッチャーですね、どっちかって言ったら。三振取るピッチャーというよりは打ち取るピッチャーかなと思います。まあ、伸び号取れたのがね、最後良かったかなと思いますね。あとはまあまあどうですかね。まあ150なんで、まあ遅くはないですけど。まあ変化球もまあまあ3球種持ちなんで、うん、使えるんじゃないかと思います。まあ、実用性はありそうですね。プロ行ったらまあ普通に、うん、トップでしょうね、こいつね。結構ね。マー君レベルですかね。マー君ちょっと下ぐらいかな。まあ特殊能力では勝っとるけど。まあまあマー君とちょっといいぐらいの勝負するぐらいのピッチャーかと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。また引き続き動画たくさん出していこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。では、ありがとうございました。